70?83。 おいいっすよ。100番台70、83ときたからもういいよねこれね。これはまあ必然なんで。ちょっとどうしよう。こうカバネリと新鬼をねそろそろ封印解きたいなって思ってて、まあ台数それぞれ4台ぐらいずつしかなくてそれぞれ6はあるんですよ毎回ね。そうすると熱いじゃないですか。4分の1で6だったらね、いけますよね。ですよね。判別的に、詳しいですね。ああいや可愛らしいですね声がね、声だけ使って大丈夫ですか。ああ、可愛いね、気持ちのいい朝です。あ、新鬼も3台しかないじゃん。これ取れねえな。でも全然ここでもいいよね。ここも毎回 2V1 とかだから新鬼空いてるよ。じゃあ松見7いくか。おはようございます。福岡県は博多に来てます。10月1日そして明日が10月2日なんと博多 2days と題しましてですね、こことあるパチスロ専門店お邪魔する次第でございますけれども、両番を引きまして新鬼武者新内やっていきたいと思います。志田実践でショールームで、まあ、打たせてもらったんですけれども、あのついにね封印を解く時が来たというところで、新鬼武者2のいいところを体感したいなっていうふうに思ってますんで、ぜひともよろしくお願いしたいと。お願いします。新鬼武者新内でございます。よろしくお願いします。今日も一日頑張りましょう。なるほど。いやーいきますよ。まあいろいろ感慨深いですよね。これ何狙うの。オッケーオッケー。バーメン、配列的にどこ狙ってもいいんだよな。でまあ、感慨深い理由としては一つ、新鬼武者20年ぶり。よしよし。あ、握りでスイカこぼすんだ。ともあれ5ゲームスイカ、何事も経験。ベルの払い出し音、これでいいんですか。いい感じだろ。そして感慨深い理由その2、まあ言うてユニバーサルですけどコンテンツとしてはカプコン、戦国バサラ、お、ちょっと超高的な超高的な。さあショールームで打ったのがあれが3ヶ月前ですんで、それ以来打ってませんから、すべてを確かめながら行きたいと思います。で AT の入り口であるバッサリゾーンは確かレア役で抽選したはず。その抽選確率当選率は状態によって違ったはず。つまりこのゲンマーローステージはチャンスってことで良さそうですね。まだ兆候だな。おそらくだけどこれ設定いいだろね。設定いいよな。新鬼が3台あって右2台は朝一夕方だったんだよ。でこの台だけ、まあ、スイカ引いたとはいえ兆候いったんだよね。
あ、これあれだね、落ちたね。あった？ジャックシェリー34ゲーム。暑いぜ。オーケー。また長考行ったってこと？ジャクチェから3ゲームで、この前 CS の収録で僕が犬屋社で右隣宮瀬美香ちゃん新鬼武者打ったんですよ。で、横から新鬼の宮瀬美香ちゃんが打つ新鬼武者の挙動を見てたんですけど、こんな画面行ってなかったですね。こんな画面行ってなかったです。おそらくだけど、だいぶ下手だよね。今打ち始めて60ゲーム、ずっと降格か長考にいるのに、レア役引けない俺は下手だな。これ今フラッシュしたんだよね。どうやら押し順の弱チャンス目らしいです。降格弱チャンス目94ゲーム。ああ、これはいいですね。結構多くの最近のパチスロ、押し順があくまでその一枚役であったり何かを隠すための押し順ナビっていうのが多かったんですけど、ね、押し順でちゃんとレア役があるってすごい嬉しいよね。はい、緑まで行きましたよ。これはもうバッサリゾーン行きますね。もう行くっていう感じがする。あれ、あ、行かなかったってことか。まずいな。ほぼ100ゲーム降格でいてて入らない、これはまずいな。お、これはもうレア役だね。お初がもうすごかったもん。はい、これ弱チャンス目強っぽいけどね。125。これのか、こっちが弱じゃね。だから一応出目違うもんね。127。おお、強い強い。あれ20年前だったかな、15年ぐらい前だよな、前の新鬼って。うん、もうあからさまに弱そう、はい、っていうのがね、まあ、ここ博多のとあるパチスロ専門店なんですけど、15年ぐらい前に、おお、すごい。おそらく僕が今日チャンス目かなって認識した127ゲーム、つまり13ゲーム前のレア役で行ったと思われます。で、まあ ST で子役揃えば ST 継続戻るんですよね。あ、終わる終わりそうじゃね。いや、逆に暑くない？暑いといいな。何もできなかった、暑いといいな。でもダメそうだな。
け？ジュベ？はい、これキョウチェリー140。うわー、バッサリゾーン中のレアク熱いって聞いてたんだけど、1ゲーム遅かったね。強チェから11ゲーム目。あ、強そう、強そうだぞ。 OK、 レッツゴー。159ゲーム強チェから。あ、ちょっとさっきよりいいね、青がないから。待って、ちょっとね、やり方を探っていきますよ。バッサリだから、この角度ね。ああ、なるほど。すごいアングルが大事だからね、この角度ね。今この角度だったね。ああ、今こうだったね。オッケー。この角度、でこの時にこうなってるからこうだよね。今こう来たから、じゃあこう行こうか、ね、今またこう来たね、こうだね、今ピャッと来たね、こうか、でまたこう来たから、これこの角度、今こういう感じだったね、こういう感じだった、でまた今こういう感じね、こういう感じ、今何もないから、そういう時はこのサブ液晶のこの流れだね、この流れ、まずい、何もないのがまずい、何もないのはまずい、あ、まずいさ。あ、今なんかこう見えたよね、こう見えた、こういう流れ、あとはデフォのバッサリのデフォバッサリ、あとほんで、ちょっと今見てなかったな、ちょっと興奮して見てなかったな、じゃあデフォバッサリ、あー今見えたね、この流れだよね、こうだよね、でデフォバッサリ、お前ちゃガシ、お激アツじゃん、激アツじゃんねやるぜ、まあ、やり方はいろいろあるよね、デフォバッサリていくのか、あ、それとも一番多かったアングルから攻めるのか、まあ、それともクラッシュかだよね、まあ、クラッシュだよね、あっ、これはデフォなんだ、あ、これ必ず言うんだ、でここで冷却だったら、あ、ダメだね、どうやらダメだね、あー惜しい、これはデフォ、あー、ちょっとすごい楽しんでるぜ、 OK、あー、なるほどね、
まあ天海だ。石田三成に俺は会いたいんだよ。ああ、いいねえ。何ちょっと展開早くない？ああボーナス、ああそうかそうか、投資5000円ね。アニバーダース。でここレバーでフリーズしたりしないのかな。でこれあれですよね、設定さありますよね。お、強中なるね。あ、1個セット数は乗せよ。あ、なんかちょっと勝つんじゃね、今日なんか勝つんじゃね。今日本当ホールで打つのは初めてなんですけど、新鬼武者の全力の状況をよく見るんですけど、3桁乗せ、あとは後継続率を引いてないと6でもね苦しそうなんですよ。でも3桁乗せしたじゃないですか。勝ちましたね、勝ちましたね今日。が流れちゃうらしいんで、ちょっとここからミュートになりますんでね。あ、もう全部ダメじゃん、全部ダメじゃん。これもダメ。じゃあバーニングだ。あっちあっち、ふーふー、あーっち、強中強中、あっちー、やっべーこれ。おー湧きたよ、やべーよ。おーおーおー、おい！やばいね、これもうカオスなんだけど。打ってんの新鬼で、もう桜出ての戦国バサラみたいな、もうカオスなんだけど。ちょっと俺今日持つかな、今日ちょっと持たない気がすんな。もうやばいよね、100ゲーム以上上乗せだもんね、桜が、桜玉はね。ただそっか、純増が少ないんだわ。思い出した、新鬼2は AT の純増が少ないからボーナスをしっかり引いていかないと増えないんだよ。はい、多分弱チャンスね、多分弱チャンスね。なんかすげえ簡単だな。でレークで、おーそう、うん、まだまだモノマネは早い。あー強い、パネルショットした。
あー、ついパネルショットした。何どうした、またいや押すけど、いやまだ見て、あ見た見た、はい、いやいやなわけない、なわけないよ。お、スイカの時は右下がりだったはずなんで、集団ベル7枚、強ベルですか。ここで終わるわけないよね。大丈夫この台、この台大丈夫ね、本当に大丈夫この台、ちょ大丈夫、がんじがらめのラジオ、所詮この世は儚いね。強チェで良さそうですね。185ゲームからの、はい、3ゲーム続いてる。お、やっとリーチが降格いった。終わる、あ難しいなこれな。これは今270ゲーム消化してこの感じは引けないときは本当引けなそうだね。ああ松明きた、青なのでやってみるか。ああチェリー、今の強チェリーじゃんね、こんなのね。あーえー、えー、よし1000枚、まあ順調2枚以上ありそうですね。458ゲームで1000、この15枚ベルの引きが結構左右されるかな。今となっては15枚役ベルのブーンという効果音になれと思いながらレバー叩いてます。やっぱガッチャと松明か、熱いのは。お、それで弾が解放かな。じゃあまず桜玉100かな。おお、100超えた。200？ あ、150だったんですね。あ、150。なるほど。ちょっとボーナス引きたいんだが。
何も起こらない、本当に何も起こらない。ああ音鳴った、よし。ああこれ多分平行転廃した方が熱いんだろうね。強水管は強ベルみたいな感じで、はい、追加。よし、チャンス。はい、弱チャンス目。よし。よし、感じろ感じろ。マジ感じてくれ。あ、やった。一目降格。ここだな。とりあえずクラッシュをしておきますよ。よし。よし。ね、成功体験、成功してみないと何が効くか分かんないっていうのがあるんで、よし、これチャンスだな。左がちょっと左下段バー以外止まってほしいな。チャンス。20分の1とか言ってたっけ。30分の1、それは引けねえわ。チャンス、チャンス。あー弱者だ。あっ、やっと来たぜ。これはなんだ、緑だったんだけど、スイカはこれで、あ、リーチ目だね、リーチ目ですね。なるほど、こういう感じで入るんだ。リーチ目リプレイ、やっと当たりました。受け取れ仲間たちの、はい、完全じゃ、まあ、最初チャンス告知でゲーム性を把握しましょう。はい、いきます。あ、ここでこの方がかかるかね。いかに中リール青ベル15枚ベルを引くかだね。赤ビールに、あ、これだけど1枚薬なんだね。これだけ中ビール赤だと7枚薬で、右下がりの中ビール中段青ベルは1枚薬がある。お、熱いチェリーだね。で、ゲーム数を乗せるのかな。いきますよ。これリーチ目効果継続してほしいよ。あー継続した、熱いな。これはこれで熱い。でも引き合いの分かったわ。うん、あーなるほど、リーチ目効果中に引き合いの分かったわ。松明演出とかあれ系だな。横コンボにとかはダメなんだ。ああ
あ、終わった、終わる。はい、かろうじて1400枚突破からの、本当ですよ、石田三成、お前に会いたかったんだ俺は。ムカデ長老みたいな感じだね、ワンパンマンの。お、青星だからちょっと期待できるんじゃないんですか。お、どうですか、フリーズが発生すればいいのかな。あ、まずいですね、これはまずいですね。どうですか、ここまでイーブン、バッサリ、バッサリ、やれました。で、双剣ラッシュ継続と。はい、双剣ラッシュ、いいぞ、継続。ちょっとな、人変えようか、こう次お初、オッケー、決戦。恩師である秀吉の側室淀君の妹お初は淀君の標本を受け入れることができず苦悩していた。だが淀君の残虐さは日増しに強まり、世を地獄へと変貌させていく。あと4日。これやったよね、15年前だよ、稲広まだ小学6年生だよ、もう一生懸命こうやってやってたから、セリフに合わせてね。